皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。どうも、しもむでございます。今回ね、話す内容はね、ちょっとしたね、裏話と言いますか。なぜ、下村直樹、しもむは、福岡で、に来たのかっていうのをね、ちょっとね、バラしちゃおうかなと思います。まあ、もともとね、東京で、18から27の途中まで芸人をやってたんですよ。そのしもむが、なんで福岡に帰ってきて福岡で活動するようになったのかっていう経緯をね、多分知らない人もいると思うんでね、知ってる人はね、知ってる知ってると思いながら聞いていただければねいいと思います。なぜ27まで東京で全国区目指した人間が福岡の地方にやってきたのか、まあ、これはね、まず経緯を話します。正直、自分の設計図設計プラン、自分の将来のプランの中に福岡で活動するっていうのは正直ありませんでした。やっぱり芸人になった時からやっぱ全国のテレビに出たいと思ってたので、やっぱ東京で勝負するっていう18で出たんで、もう言った芸人続けてる間は東京で勝負するつもりでした。じゃあなぜなのか、これはですね、だから27歳の芸歴8年目そんぐらいの時にですね、もう夏ですよ、8月に、マネージャーから、福岡で、九州を歩いて1年かけて1周するという番組がやってますと、ね、まあ、それはなんか聞いてたんですよ。始まったっていうのはそういうのが自分の地元でやってるのは聞いてたけど、あ、そうなんすねみたいな感覚ですよね。自分には関係ないことですか、ああ地元でやってんだと。そしたらそれが4月から始まってたんですね。で俺に話が来たのが8月。それなぜかというと、やってたコンビでやってたんですけど、2人で、ね、コンビでやってたのが解散したと。で1人で今そのテレビ番組、ヤマトホっていう番組なんです。カタカナでヤマトホ、 FBS 福岡放送ヤマト、まあ、調べていただければ出るんですけど、ヤマトホという番組1人になって、そしてその1人のやつが相方が欲しいと募集をしている、で俺に声がかかってんです。マネージャーからどうだ行かないか、まあ、どうだっていうのはもう行けっていうことですからまあその話が来た時点で、断れないですね。私の中ではもう断ったら、次のなんかオーディションとか来なくなるっていう感覚でしたから、やっぱもう入った当初から、仕事は断れないっていう、まあ、感覚、俺はね、もう来た話は何でもやるっていう、感覚だから、どうだっていう時点で、あ、受けなきゃダメだなと思ってまあその番組がだから、九州を歩いて1年かけて一周するっていう番組だから、もちろん向こうの番組のオーディションが決まっ、オーディションで、合格したら、歩かないといけないですね、1年かけて。まあその時は4月から8月だから、途中からですけど、まあ、何ヶ月間はやらなきゃいけない。で話の内容だと、ゴールした後も1年かけてゴールした後も、まあ、まあ福岡で活動して、まあ、そのね新しいコンビ組んだ、コンビとして活動してくださいっていう一応条件っていうか、もうそういう流れだったんです。だから、もう福岡で活動してくださいっていう感じですよね、内容は。で、まあ、正直一番最初に来た時は嫌だなと思いましたよ。いや行きたくねえなーって、なんでと思うじゃないですかましてや九州を歩いて1年かけて一周する、いや俺のやりたいことじゃねえしと思うじゃないですか俺芸人だよと思って、お笑い芸人目指して言うと、テレビはテレビですけど、まあね、そういうちょっとバラエティとかをね出たくてこの世界入って、まあでも、まあ話来ただけでもありがたいっていう気持ちがあったんで、まあね、そのオーディション行ってくれって言われたんで、まあ、オーディションに行きましたでもね、これ不思議とね嫌だったんですけども、もう話が来た時点でなんかね不思議とね、うわ俺この番組出るなと思ったんですよ、自分の感覚として。うわ俺多分このまま福岡のその番組出て福岡で活動するなってなんかね思ったんですよ、だからもう自然とオーディションの話来た時点で、あ俺合格するわと思ってたんですよ。だからね、あ、覚悟を決めないといけないなと思ったんです。最初すげえ嫌だったけど、でも嫌だけども、もう
ありがたい話、ありがたい話なの。その番組には出れる、まあ、やることは辛いですけど、番組には出れるから覚悟を決めないに行くときついなと。でも正直そのオーディション行って、まず福岡の FBS 福岡放送の、ね、スタッフの方がね東京に来たんです。まあ、だから面談ですよね。面談した時にオーディションで、ね、4人ぐらいいたんですかね、オーディションメンバーが4人ぐらいいて、その中の1人で、まあまあ面談普通に終わって、じゃあ一人一人に、1泊2日で、そのロケ言ったら九州を歩いて1年かけて一周する、撮影に参加してもらいます。1泊2日で4人にね。でその4人参加した中で、その今出てる1人の人に、誰を相方にしたいかっていうのを選んでもらいますって言ったんです。だから4分の1なんです。まあその時点ではまだね覚悟は決まってませんでした。うん、正直ね、落ちろと思ってました。嫌だなと思った。で、まあ、オーディション行きました。1泊2日、まあ、熊本だったんですけど、熊本からスタートだった自分はね、もうだから福岡、佐賀、熊本かな。うん、福岡、佐賀はもう終わって次熊本だ。熊本で行って1泊2日を体験したんですけど、まあ地獄ですよ。まあ普通の生活じゃありえないことをしてるんでね。その生活っていうのはやっぱ野宿とかなんですよね。テントを張って生活するんです。まあ、テントを張る場所も自分でね、言ったら民家とかにピンポンを押してテント張らせてもらえませんかとかね、そういう生活なんですよ。本当にもう、なんだろう、普通の生活しててはありえない。うん、ましてもう私は都会に住んでたわけじゃないですか、東京という都会に。そんな人間からいきなりね、そういう風呂も入れないし、水道も あるとは限らないし、トイレ行くのも大変なところなんです。そういうところで野宿して、たかが一泊ですよ。たかが一泊しただけでうわきつと思ったんです。で一泊二日がオーディション終わって、東京帰ってくるじゃないですか。でももうなんか自分の中では多分合格するっていうのがなんかあったから、まあもう覚悟決めるしかない。もうなんだろう、嫌だけども、ほんとすげえ嫌でしたよ。うん、行きたくねえなと。でも自分の中で芸人をもう8年目とかだったから、ちょっと焦りっていうのがあったんです。まあ、10年目標でやっていたから、そろそろなんかね自分の中で変えないといけないなと思って、でちょうどその話が来たから、だからちょっと受かるなっていう感覚もあったんです。多分ちょっと環境が変わるだろうなっていう、なんか自分の中で予想してたんで、じゃあこういうことかなと。じゃあちょっともう覚悟を決めてさ、もう8年もう10年だったら2、3年しかないわけだから、タイムリミットがね、覚悟を決めてじゃあやるかと思って、もうちょうどだから1泊2日のオーディションが終わって帰ってきて、東京でもう覚悟を決めてたんです。そしたらもう、1週間後ぐらいとかに、オーディションから1週間後ぐらいにもう決まりましたんで、じゃあ熊本に行く準備をしてください。もうそこから早かったですよ。もうね、まあまあ覚悟を決めてたらよかったけど、もう準備してください。じゃあその番組にね、合流してもらいます。まあ、もちろんね、家も解約しないといけないから全部ね、やんなきゃいけないっていうのがあって、でオーディション合格して、まあ、熊本からスタートして、そこからもう帰れないわけですね。またゴールするまで、まあ、半年以上は帰れないんです。まあそのだから、熊本に行ってる間に俺は東京の家を解約とか全部しましたから、あれ家の全部解約、全部の手続き解約して、荷物も福岡の実家に預けたっていう、そういう感じで決まって、でそれが番組が決まっても福岡で活動することになったっていう経緯でございます。だからこれはね、自分の意思ではないんですよね。もう導かれるようにしてそういう風になっていったって。だからね、人生面白いんです。全く自分の選択肢にないことが起きてったんです。その時に、福岡で活動するなんて1ミリも考えてなかったですから、それが今ずっとやってるでしょ。未だに福岡でやってるでしょ。だからね、こう導かれて、今の私がいるっていうのは、まあその当初は行きたくなかったけど、まあ覚悟を決めてからはもうやってやろうという気持ちがあったから、うん、全然、まあ正直しんどかったですけど、その番組に出させてもらったことは本当に感謝しています。うん、一人の人間としてやっぱね、ちょっと成長させてもらったとは思います。やっぱりまあ普通の人がね経験できないことをしてるんで、メンタル的にはねすごく強くさせてもらいました。うん、だから今後の人生にすごい生きると思ってます。あの番組、ヤマトっていう番組、あんなに正直もうクソつらかってさ、あんな辛いことしてんだから、今後何が起きても多分俺はね、うん、
負けないと思う。そんぐらいの経験してるから。だからね、今後の人生何が起きたとしても正直ね、怖くない。うん。そういうヤマトの番組っていうのを乗り越えて、俺無事ゴールしたっていう、自分の中で経験が大きいから、あ、これクリアしてるから、今後何が多分大きな壁にぶつかったとしても、あ、余裕でぶち破れるなって。多分そんぐらいじゃ俺はつまずかねえなっていうのをゲットしたから、俺はだから今無敵でございます。今後はね。あ、だからね、FBS 豪華放送さんには本当に感謝してます、うん、使ってくださいよ FBS さんね、なんかね雑用でいいんでね、お願いしますよ FBS さんの偉い方ね。お願いします。福岡くんとかなんか使ってくださいよね、もう本当ちょっと見切れるぐらいのいいんでね、出してくださいよ福岡くん、お願いしますよね、うん、頼みます。まあそういう番組で、ございます、ね。まあまあでも本当非常にいい経験させてもらったっていう話ですね。私が、福岡に活動するようになった理由はそんな感じで、ございます。まあ今回はね、じゃあこんな感じで終わりたいと思います。じゃあ本日も見ていただき、ありがとうございました。